皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、1月の30日、20時ちょうどということで、表記されている方たちに、ちょっとみんな仲良くしましょうということで、また今回、音楽を利用して、みんなで仲良くなれたらなと思って、動画撮影開始し始めました。なんとなくなんですけども、大山莉子は本当は結婚してないんじゃないかなと、その奥川夏実のね、その件で、離婚しましたとか、何かインスタグラムで昨年でしたっけ、上がってきて、で、他のアナウンサーとかで、僕とその結婚話をしに来て、活躍したアナウンサー、ある一定の時期からその結婚を乗り遅れてるというか、進んでなかった人たちが結局、僕の件で巻き込まれてるのか、僕がテレビ局に巻き込まれているのか もう方法それでまず間違いないんですよね。で、そういうふうな僕のその複雑な状況を踏まえて、ちょっと名称変わったんですけども、ホームページ淡井圭介の日記の、65番のね、少し上の方の欄にある、日本の、今までの男性バンド、バンド曲ベスト100と、このあたりあるんですけども。そこでコツコツちょっと動画アクセスできるようにいろいろと、昨日の晩もねグレイの曲を聴いていて、ちょうど夜の12時回ってしまって、でその合う合わないに関して、夜の12時を回ってしまった時点で、日付が変わっているから、その日に遊んでしまった場合、今までのその方式、電波で会いに来る方法だと、もうその、日付変わった。夜中、0時00回った時点で、もうその日会うことはもう絶対ない。で、それがテレビをつけてもそうだと思うんですよ。多分ね。一応、一時の段階から、テレビを見てるときにテレビ出演者の人が、今外に出たらとか、なんかそういうふうな、今来てるとか、何かそういうふうなワードが一時期出てた時期あったんですけども、それも全然うまくいかないですね。それ聞いてから、急にそれ聞いてから、家の中でこう、例えば服着替えたりとか、財布とか、携帯電話とかポケット入れて、で、やっぱり盗まれたりしたら怖いですから、iPad を持ってとか、こう、準備にやっぱり時間かかるから、その方法で外に出た時に、結局、その遊んでない状態をキープしなきゃなんないんじゃないですかね。だから夜の12時回った時点で、だからもう今日も会うことはどうせないんだろうなと思って、いろいろと、そこの欄のところを、入れ替えたりとか、自分で感想を書いたりだとか、いろいろ思い出したりだとか、歌詞の意味を何回も聞いてみたりだとか。で、その辺のところで、特にグレイの人たちの欄のところで、特にこの2004年、このランナウェイ、という曲のあたりから、そこから先の曲って、大体僕関係で、歌詞書いてる曲は、結構あるんじゃないかなと。聞いてもらったら皆さん、そうなんじゃないかなって思うと思います。で、いろいろつながってくるんで、で、応援してくれるような曲とかも多いですし、やっぱり疾走感があったりだとか、その聴いていて、ストレス解消にもなると。だから例えば、この前ちょっとみんなで仲良くしようという、内容ですから、ちょっともう、かこちゃんって呼ばさせていただきますけども、かこちゃんもね、大江真理子にしてもそうでしょうし、杉浦
ゆきっていう NHK の女性アナウンサーも結婚したことになってますけども、もしかしたら本当は結婚してないのかなとか、まあ、うがなつみの件からして多分そうなんだろうかなっていうところになってくるんですけども、僕もそのもう28歳ぐらいの頃にいろいろ思い出して、その27歳ぐらいの頃にいろいろ思い出して、は結婚問題の話をほったらかしにしてたんだ。そこから大慌てになった方で、どうしようどうしようって、もう自分もうすぐ30だっていうところで、もう27歳ぐらいからもう男性も女性もみんな慌てるんですよ、きっと。で、その、みんなその辺同じで、まあまあ、あの結婚問題に関しては、まあ、全員被害者であるっていうところ、まあ、年齢は多分僕は一番上だと思うんですけども、今回の件。まああんまり昔の方まで深掘りして結婚できてない人との話つなげられたら、その人も被害者じゃないかっていう話になってくるんですけど、まあその人たちも集まってきてもらって、まあこのグレイの曲とか聴いてもらってね、気分、まあストレス解消とかしていただけたらいいんじゃないかなと思います。だからその辺のところ、いろいろ、僕対象にして歌ってるのか、その女性対象にして歌ってるのか、まあどちらとも判断が効くような内容の歌詞っていうのもあるし、まあ自分の境遇と当てはまってるっていう歌詞もありますから、まあ共感できたりとか、こう聞いていて、基本的にその途中からね、これが僕は二十歳、まあテルさんとかとも一緒に働いてるんですよ。二十歳ぐらいの頃、フルーツラパークで働いている時に。で、その頃は However とかがヒットしていて、まあ結婚式でその入場される新郎新婦の方たちで However を選ばれてる方たちは結構いらっしゃいまして、まあ当時でしたから安室奈美恵さんの Can You Celebrate とか、まあそういうような曲が多かったですね。でただその結婚できてない人からしたらとか、その、いわゆるバラードと呼ばれるしんみりとしたような曲で、悲しい歌詞とか、その悲しい現実に当てはまるものがあんまりそういうのばっかり聞いてたら、もうみんな聞くの嫌になりません？嫌なるでしょ、正直。いや、ここに集まってきてる。本当はまだ結婚してない、その、僕とね、同じような状況で、まあ、精神的にだいぶ参ってるっていう人たちだから、まあそういうところを含めて、まあテルさんたちはね、まあ疾走感あるような曲で、まあ歌い方で、まあ一部まあ悲しそうな、よく聞いたら疾走感ある曲なんですけども、悲しそうな歌い方を、その歌詞に合わせてしていたりとか、すごい気を使って歌ってくれてるんですよね。だからその辺のところまで気がついてもらえたら、ああなぜグレイが歴代でナンバーワンのバンドと呼ばれているのか、わかると思います。その作詞作曲の能力だけじゃなくて、そういうふうな気遣い的な部分とか、そういうふうなところをしっかりと辿っていってるから、良い歌詞曲、まあ、作るメンバーとか、まあ、そういうふうなところに行き着くんじゃないかなと思います。ただ動画の再生回数見たらびっくりしますよ、本当に。少ないものなんか2万回とか3万回とか1万回とか、それぐらいの、まあ、今端数は省いて言ってるんですけども、そういう曲は結構あるんですよ。聞いてみた時にグレイの曲を、まあ、20曲ちょっとほどアクセスできるようにしてますけども、やっぱり聞き応えが全然違う。で、まあ、日本の今までの歴代のベスト100ということなので、まあ、歌詞の内容的に、世間向きは良かったんですけども、唇とか、誘惑とか、嫉妬とか、そういうふうなのは、除外してっていう、基本的にまあ、歌詞がある程度、綺麗な内容で、まあ、ただ、あんまりにも人の感情としてやるせない部分とかをある程度こうストレス発散じゃないですけども表現を全くしないっていうのも、それはそれで無理があるなっていうところで、まあ初期の頃の曲とかいろいろ選ばせていただいています。だから2004年以降に関しての歌詞で見ると、まあ、2003年から、歌詞は非常に気を配って、作っていただいてますね。だから
特にある一定の時期からそのエロ業界を連想するような内容だとか、そういうふうな、ところは一切歌詞の中に導入されてない形で歌詞作られています。これはもともと、これはね、あのバンプオブチキンっていうバンドがあるんですけども、2000年ぐらいに、確かデビューしたと思うんですよ、バンプオブチキンの皆さんは。で、バンプオブチキンの皆さんは歌詞が常に一定で、綺麗な歌詞を書くんですよ。変な歌詞一切書かない、書いてなかったはずなんですよ。途中まで買ってましたし、それ以降もその辺の部分の話で、ある程度フルーツラーパークで僕は20歳ぐらいの頃に、話をしていたものでね、その後音楽業界にいろいろ浸透していって、その形式で、バンプオブチキンは、最初から最後までその形を通すということで、まあ、歌詞曲作ってくれています。まあ、例えば、ラルク・アンシェルだとか、まあ、ハニーとか、フラワーとか、ウィンターホールとかアクセスできるようにしますけども、例えばフラワーなんかは、最後の方、大駅フラワーって言ってると思うんですよ。よく聞いてもらったら分かると思うんですけども、だからもうその辺のところ、ハイドさんがなぜそういう風に書いたのかなとか、で、そのフルーツラーパークで働く女の前に、多分僕が、小中学生の頃に、ゲームセンターでハイドさんと会ってると思うんですよ。それはハイドさんの方がテレビ出演してる時にゲームセンターで会ってるっていうことを言っていて、まあもともとその途中でドラムが僕と同級生だった小倉幸宏というものが、ドラムを担当するようになってるんですけども、まあ、ある程度初期の頃に。まあ、だから、もともと何らかの関わり合いはあったと思うんですよ。ソフィアの松岡さんも、僕は小学生の頃に、すでに会ったことがありましたから、だからまあ、結局、未来からの時間軸で聞こえてきてる話で、多くのものが、子供の頃から僕と会っていたっていうことにもなってくるかと思うんですよ。例えば、小室ファミリーのその TM ネットワークっていう小室哲哉さんが中心になって作られていた、まあ、あのバンドがあったんですけども、シティハンターという映画が、まあ、昨年ありましたけどもリメイクされて、でもともとゲットワイルドっていう曲は1980年代だったと思うんですよ。だけどもその頃の時間軸の、小室哲哉さんたちはプロモーションビデオで未来からの淡井圭介の声を聞いてるんですよね。だからまあボーイの皆さんもそうですし、布袋さんもそうですし、氷室京介さんも、X の皆さんもそうですし、まあどちらにしても何か考えたりした時にも届くケースもあるし、もう途中から僕は意図的になってるんですけども、まあまあその辺のところが結局功を奏したんじゃないかなと思うんですよ。その最終的に昔のボーイとか X の頃のその歌詞ってやっぱりちょっと下品な内容のものが結構あると。曲はいいんですけども、歌詞がそれだったらっていうことにどうしてもなってしまう。その当時の時代背景とかあったと思うんですけど、その1956年に売春防止法が出来上がって、それまで世の中全体が、どうしようもなかったと。長い間。だそこからの巻き返し云々とかもありましたんで。だからまあまだバンプオブチキンとかの曲とかアクセスできる、まだビーズもアクセスできるようにできてませんので、その日本の、今までの、男性バンドマンベスト100のところ、今ちょっと下の方ちょっと女性の、バンドとかもありますけども、ちょっとそこ後で消そうかなと。そのグレーをチョイスした時に曲がたくさん出てきて、これ、もう途中でバンプオブチキンぐらいで100曲なるだろうなと。あと ビーズからも結構な曲数が出てくるでしょうし、まあバンド期間は短かったんですけども、例えばラファエルっていうバンドに関してもメイクとかそのプロモーションビデオはひどかったんですけども、曲と歌詞はすごい良かったんですよ。ものすごくあんま続ければよかったのにっていう
ものすごくもったいない。実力はある、根本的に。で、まあ、ただ周りに、先人の、先輩の人たちとかは、多分いろいろサポートしてくれてるんだと思いますけども、そうじゃなかったら、いくらなんでも20歳ぐらいで、20歳ぐらいで、あそこまでコンスタントにハイレベルな曲を安定してっていうのは、それはちょっと無理だと思うんですよ。で、まあ、シャムシェイドの皆さんとかも、良い曲はたくさんありましたし、バンド期間は途中で終わってしまったんですけども、まあ、ディシェイドというバンドも、良い歌詞と曲でしたね。まあ、ディシェイドも、良い歌詞と曲の方でしたね。一切、下品な内容のワードが入ってない。なのになぜか短編で終わってしまったと、おかしいな、レベル高いのになとか思っていて、まあ、そういうふうなところをいろいろ、そのベスト100の方にいろいろ集めてますんで、正直曲はたくさんありすぎたらどれから聴いたらいいんだろうって、まあ、なったりするじゃないですか。だからまあ僕と同じぐらいの年齢の方だったら、まあ、聴いたことあるとか、こういうふうな曲もあったんだとか、まあ、そういうふうな形で聴いてもらえるんじゃないかなと。まあカコちゃんとかだったらまだ29歳と、まあ、僕から見たら若いんですけども、まあ結構こう、うん、この曲聴けてよかったって思えるような曲だと思いますね。で、まあ外国とか移動する時とかあるでしょうし、そういうその空いてる時間を、まあもし暇があってこうストレス発散がしたかったりとか、良い曲聴きたいなって思ったら、まあそこの欄アクセスしてもらったらいいんじゃないかなと思います。本当どうしましょうね、本当に。これ、本当何人いるのって、この間、YouTube で加藤夏希モデルのこと言ったんですよ。そしたら、第4指名、見ごもりましたっていう内容がインターネットで流れてきてるんですけども、こうなってきたときね、それ本当かなって思うんですよ。その、ある程度そのインターネットのその記事がどういうふうな形で、すごくたくさんの記事がありますけども、例えば Google のその検索欄の下から出てくる記事とかは、自分が喋った内容とかをコンピューターが聞いていて、もしくは検索ワード、そういったところを判断してニュースをピックアップしてるなっていうのはわかるんですよ。だけども、これタイミングに見たときに、僕が何か昔のことを言ったから、本当は身ごもってないのに、見思ったみたいなことで、放送、もしくは、インターネット記事もしかして作られていますって。で、だんだんね、これ考え込むと、記事ってものすごくたくさんあるじゃないですか。どうでもいいような記事とか探したらいっぱい出てくるから、これこんなにたくさん何人かかりで作ってるの記事って、そうなってくるんですよ。これもしかしたら、コンピューターが身勝手にこう、記事、自動で作ってませんとか、やっぱりちょっと考えちゃうんですよ。本当に。あり得るかもしれん。思って、だからずいぶん前からゲーム業界もそのキャラクターのグラフィックとかがその自動で作られてるものであって、そのまあ多分宇垣美里も僕の件でその巻き込まれてるような形になってると思うんですけども、一応ね昨年2023年の宇垣美里のそのクリスマスに合わせた、まあ、化粧品の、YouTube に関して、まあ、未来の時間軸、2024年1月29日の僕が、能登半島の、地震に関して、伝えてるんですね。まあ、メモしてて、1月1日に元旦に、震度6強もしくは7の、大地震が、石川県能登半島で発生していると。時刻は16時過ぎであると。まあ、それで、まあ、能登半島の人たちを避難させてほしいっていう、まあ、その辺のことに関しては、ホームページは IKSK の歴の一番の、1月29日のところを、から見てもらったら、その未来の時間軸からの防災って書かれてる、まあ、YouTube 一覧表のところ、まあ、ごめんなさいね、一応確認しときますね、ワード。たくさん欄作ってるんで、自分で確認しなかったら、そのワードは何なのかっていうのを、もう覚えるのこれ不可能だな、と。
未来からの声で災害対策ですね。まあこの辺の欄にあります。まあ、何か事情があったら欄移動する可能性があるんで、だからまだ番号を振り分けてないんですよ。もっと下の方のもともと文字とかを記載していたこの一般的な欄のところでだんだんこう 20.1 番とかその19、20とかそういう風にしてたんですけども、まあ、経済関係はこの20番台とかにしといた方がいいだろうなとか、そういう風な形で 22.1 番とか 20.1 番とか、もうだんだんそんな形になってきて、まあ、いつかこれをきれいにまとめなきゃならない日が来るんだろうなって、まあ思いながら、自分のかき集めた情報量と向き合いながらいつするんだろうとか思いながら疑ってる部分があるんですけども、まあ、行動しなくなるというか、まあまあそんなこんなでまあ多くのまだ稼働されてるバンドマンの皆さんも僕のこのコメントとかその内容を見てまあストーリーとか聞いてもらってね曲作ってもらったらいいんじゃないかなと思います。まあまあそこでセレクトしてるグレーの曲のように本当は今回のこの淡井圭介関係のもう基本僕は軸だと思いますんで、まあ結婚問題で巻き込まれてしまった男性女性の方たちはやっぱり悲しみ、深い悲しみっていうのは絶対あるはずで、で、人生こんなことになるとは思わなかっただとか、まあ、その辺のところでまあ、皆さん共感していただいたりだとか、その辺のところは、まあ、僕らの件を元にして、まあ、曲を作ってくれる方たち、曲歌詞を作ってくれる方たちは、まあ、その辺のところはグレーの皆さん の、 歌詞とかを見ていただいて、まあ、ちょっと丁寧さを、加えて、作っていただけたらなと思います。まあ、その歌い方とか聞いてもらったら分かると思いますけども、心配してくれてるんですよね。だから、その辺のところで、まあ、曲にもよるんですけど、歌詞見たら、あなたが生まれた時からテロが始まったっていう、グレイのメンバーがプロモーションビデオ見てたら、タナクロウさんとか、お前やとか、お前のこととか、あ、これ絶対僕に言ってるだろうなって、まあ、その辺のところが、まあ、多少のことはお互い許し合えるみたいなところ、まあ、昔ちょっと僕の方から、だいぶ、変な勘違いでグレイの、L 業界と関わってたんちゃうかっていうような形で だいぶグレーの食ってかかってしまったことは一回だけあるんですけど、本当にその時は、まあ、申し訳ないんですけども、まあそれは私の方の勘違いでした。申し訳ございませんでした。まあこんなことがね、ありながら、まあ、あんだけね、まあもう最近はだいぶないんですけども、しょっちゅう絡んでくる連中いたら、ああなりますよ、本当に。これ本当にテレビ出てた人たちに何からできてるの本当に特に若手のやつ稽古なしでもの言われてきた僕も抑え聞かなくなるからこの間のこれ初耳の方もいらっしゃるかもしれませんけども、その河川水門解析玉釣りとか地下水流トンネル発電のことでね、その発明協会特許庁の、ところ行った時に帰り、兵庫県神戸市 JR 高取駅、長田区にあるんですけども、長田区だったと思います。もしかしたらスマックかもしれません、ごめんなさい、こんな調子で。広いですよ、神戸市で、境界線のところがちょっと分かりづらいっていうところで、その高取の駅のところで待ち伏せしてる男と女がいて、そこのなんか女が来たでとか、なんかもうちょっと違うような言い方で、こっちをちょっと見下すような言い方で、今のイントネーションみたいな言い方じゃないんですよ。今人柄がいい状態だから、そういう言い方が僕できなくなってるんですよ。顔のことはさておき、もう今日も寝転びながら、シン・ウルトラマンとか見たりとかいろいろしてたから、それだけ顔持っていかれるから、テレビ、寝転んで見てるだけでとか、撮られるときはなんか撮られるんですよ。
あとはゲームかもしれないし、顔潰されてるのかもしれない。それは若天下と若天下戦国夫婦の別校さんがお金を払ってくれてないか、僕の顔が潰されてるのかもしれない。あ、うん、その絡んできた時のね、言われた口調が、それが今のお前の実力やって、僕よりはるか年下の男が、カップルなのか何か知りませんよ。絡んできよったから、その、いや、正直どこの誰か分かんないんですよ、はっきり言ってね。で、お前じゃあかんもん。大声で怒ってしまうかもしれんって思って、こう、なんとかその場で停止して、で、数秒経過してから、もうええわと思って、くるっと引き返して帰っていったんですよ。そんなこんなでね、本当あんなに、それがね、一日、そういう風な件がね、一日平均10年間ぐらい、毎日100件ぐらいあったんですよ。多い時200件ぐらい。もったいない。いろいろこっちは、怒ってしまったら、人間間違えちゃうじゃないですか。だからその辺のところでね、そういう風な形の方向に、まあまあ、いろんな絡んで来られてる件含めてね、まあ、それでグレイの皆さんにお手かかってしまった。昔あんなに仲良くなったのにっていう。まあうん、まあまあそういうふうな件とかがあって、まあ、向こうもなんとか踏ん張ってあいつ俺らのことむちゃくちゃ言い始めなってたと思うんですよ。だからまあその辺のところ、まあ、各バンドマンの皆さんとか踏ん張ってくれて、まあまあ僕の言ってる内容を間違っていたんでしょうけども、まあ、こらえて聞いてくれていたと。まあそれをうん、どこかこう気遣いで、あいつもともとおとなしいやつだと、あいつがここまでなんか言ってくるっていうことは何かあるというようなところでね、いろいろ情報をかき集めてもらって、で、まあ歌詞曲作ってくれたんじゃないかなと。まあそう思っています。まあ今回の件はね、その、男性女性問わず、その僕、なんかもう自分で言うの嫌だし、ちょっとそれ思っただけでもうお腹痛くなってるから、いや、こう、痛みが来る方の形で、だから、これ認めたら、そんな方向で言うたら危険なんじゃが、今度ここ、肩骨落とされたような痛みってるから、僕中心でこう、結婚しにくくなってしまった人、いや、別に僕は嘘を言えとは言ってないんですよ。その、結婚したことにしたらとか、そんなこと言ってないはずなんですよ。それともテレビ出ていて聞こえてきました。それとも SD カードで送ってきた内容で、なんか僕、そんなわけわかんないこといい、可能性あるとしたら、あれですよ。その、エロ業界関係の人間とかに狙われる、狙われないですわ。それで僕一回言ってしまったことあるかもしれない。もう結婚したことにしといたらって、それでさすがに手つけてくるやつとかおらへんやろうっていうことで。あ、それはありますね。まあ、僕自体がその、性被害こう思ってるじゃないですか。両を殴られて神戸大学附属病院に搬送されて2008年。だからそういった件もあるから、まあそういうようなこと言ってますね。一つの証言出てきましたね。今喋っていて思い出しました。それをウキペディアで書いてしまった。いや、まあ、まあまあ、もうありとあらゆることを世間に公開することだと思いますよ。その方が多分みんな楽になる。で、まあそういうふうな話になっても、ある程度しょうがないか、部分は世間様は思ってくれると思いますよ。僕の状況とかを聞いた時と、あと元々の芸能界で、そういうような被害っていうのはたくさん昔からあったでしょうから。ちょっと最後は、良い、答えにたどり着けましたね。というわけで、皆さん、その65番の近くにある、その、日本の、男性バンド、今までの曲、ベスト100のところ、まあ、聞いていただけたらなと思います。その中で、なんだかったかな、ビューティフルドリーマーっていう、まあ、曲があるんですけども、もうすごくいい曲ですよ。で、聴いていて、聴き応えありますし、テルさんがね、マイクを2回、
投げてるんですけども、多分それがもともとそのそういうふうなプロモーションビデオを作ろうっていう話が1997年、8年、フルツラパーク8年ぐらいか、1999年、それぐらいの頃、まあフルツラパークで話していて、そのグレイが歴代ナンバーワンのバンドになるっていうのを目指すっていう意気込みも込み、もしくはもうボーイや X ジャパンも含めて X として超えたんじゃないかなと、まあそういうふうな時にまあマイクを2本投げ飛ばすっていう、そのプロモーションビデオで、で後ろからこう鷹がこう飛んでくる映像があるんですけども、まあもともと強さの象徴というような形で鷹っていう形で、まあもともとアメリカがそうじゃないですか、国を象徴する動物が鷹であって、だからまあイーグルが出てきていたんだと思うんですけども、ボーイ X を超えたか超える、まあ日本を代表する今までの歴代ナンバーワンのバンドになるっていう決意を、宣言した、もしくは決意を表したプロモーションビデオなんですよ。だからこの曲って2004年くらいだったと思うんですけども、2004年だと思うんですけども、ちょっとね、あの曲がすごいから全部何年に何が出たとか、それはもう僕も無理なんで、まあ世間様の認識とかで、まあそういう判断だったかもしれないですし、まあ一般人の人たちとかの、アンケートというか、まあ聞き込み、音楽番組とかの、まあその辺のところとか話聞いていたら、もうそうなんじゃないかなっていう、まあ音楽業界全体の意思でもいいでしょうし、まあほとんどの人はそんな話聞いたことないって言うと思うんですけど。まあ言い始めたの。そこのね、ビューティフルドリーム、ドリーマーかな、ドリーマーにアクセスしてもらったら、まあ僕からのコメントで、ね、まあその辺のところ、まあラルク・アンシェールとかは、良き競い合いって、その、グレイにとって、それはもともとの線だったんですよね。で、それで切磋琢磨して、まあ、ボーイや X を超えていこうと。両方とも早々に超えてしまったような気がするんですけどね。その辺のところ、だから CD の売り上げとかだったら、海外市場が開けていたかどうかで、随分変わってくるから、これも判断難しいんですよ。だから、まだデビューして、まだ、まあ、5年ぐらいの期間っていうものは、単純にその CD の販売枚数だけでは判断はしにくかった。だと思いますよ。その当時のそのボーイとか X のその当時の人気、国民への一般人の方への広がり方で見た時に、まあ5年で超えれたらすごいんじゃないかと、まあそういう考えでしたね。非常に多くのバンドマンが世に出て、まあ、消えていったっていうのが現実ですね。まあ、ピエロとか、いくつかの、バンドの何々編のところが、消したんですよ。他のバンド名とかをこう増やしていったら、もうただでさえ行が多いのに、これ以上増やしたらっていうところで、やっぱり歌詞があんまりひどすぎるところはもう消していこうかなと思って、もう載せないでいいんじゃないかなと思って、まあそういうふうにさせていただきました。一応ね、若かりし頃、一応まあマグカップ、ラルク・ワンシェールとピエロのマグカップは買ったんですよ。家持って帰ってきた時に、一つは弟用だったんですよ。どっちがやって言われ、聞いたら、ラルク・アンシェールって言った。ここ、別にグレイとラルクでもよかったと思うんですけどね。その、
いろんなつながりを考えた時、まあ、どっちが、まあ、弟でも別にいいやんっていう、そのね、グレイの曲でも多分僕は弟が生まれてきた時の話を曲にしてくれた曲が一曲あったと思うんですよ。僕の弟が生まれたのはね、朝の6時過ぎだったんですけども、まあ、それでああいう風な歌詞にしたんじゃないかなと、まあ、これ、もしかして勘違いだったら、ものすごく恥ずかしいんですけど、あと、違いました。あります。本人に問い合わせてるわけじゃないんで、あの時何かそういう話したような気がするんだけど、この客じゃないかなっていう判断しか僕できないから、連絡先知らない。あとからその本名とか思い出した方で、いや当時はね、フルツアーパークのバーベキューコーナーでテルさんとかはその本名小橋ですっていう声言ってくれてたと思うんですけど、全然覚えてないですから、これメモせんかったら絶対こう結局ウキペディアとかに、まあ、結局僕からねあれで、まあ、みんな本名変えたりするようになったじゃないですか。でまあ、ラルカンシェルとか、まあ、グレイの皆さんとかだったら、人とのつながりとか非常にたくさんあって、その、自分たちが、その、本名を表記してなかったことに関して、特に不自由さっていうのは感じてないと思うんですけども、これね、活動期間がメジャーデビューして5年ぐらいで、消えていったバンドマンとかの人たちとかは、みんな多分こう言うと思うんですよ。最初からフルネームにしておけばよかった本名でって。そうすれば、どこそこ行った時に、何々ですってちゃんと言った時に、あ、本人だなっていう、こう、理解がしてもらえる。だけども、その、特にビジュアル系バンドの人たちってメイクしたりしてたでしょ。普段のか。認識不可能ですから。何で、認識したらいいんだろうっていうことにきっとなると思うんですよ。会社辿っていったりとか、それで確認するしかないんじゃないですか、本人かどうか。まあちょっと話だいぶ長くなりましたね。もうこの辺にしておきます。まあ、今日の YouTube は、まあみんな淡井圭介のその結婚話を巻き込まれた人たちも多分、カコちゃんの声だと思うんですけども、まあカコ様って言った方がいいんですかね。カコ様だったら一応つく。カコちゃんだったいやこれね、声が似てる人で、そうなんじゃなくあるから、この間のビートたけしのテレビタックルっていう日曜日に放送されてる番組で、あれこの女性弁護士の若い頃の声とちゃうかなって、なんか若い頃のカコさんの声と似てるけどで、その喋り方が丁寧とかだったりするとね、声似てくるんですよ。で、正直そこまで子供の頃にはっきりと覚えていられるかって、今度、小倉、幸宏の声が聞こえてきたんですけども、子供の頃、それはさすがにわかる同級生だったかな。同じ小学校通ってたから。そこはわかりますけども、いっぱい話していたから。だから、その辺のところでね、まあ、難易度が高くなったりしてしまってます。あとは、金が新年の1月2日の皇室の方たちが集まってる人たちに向かってこう手を振るっていう、ああいうような新年の挨拶の会みたいなのの動画のピンク色の服装をしてる佳子さまに、まあ、未来の時間軸から淡井圭介が、まあ、石川県能登半島の件も、まあ伝えてるんですけども、まあ何名かその未来からの時間軸から防災に関する情報を、まあ未来の災害の情報を、まあ伝えてるときに、一つの映像で、まあやっぱり荷重掛けというような形で、淡井圭介の声を何回も聞いてる。だから多分いろんな方向から淡井圭介の声が聞こえてきてるから、多分認識できてないんじゃないですかね、そうなったら。無理でしょ、同時に喋られたら、聞こえてきたら。それは他の出演者にも見受けられる傾向があるので、まあ、ちょっと、その辺のところもいろいろ考えなきゃならないなとは思っています。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ、曲とか聴いてもらったらいろいろ、まあ、
同感って言ったらいいんですかね、まあ、ちょっともう頭だいぶ抜けてるんですけども、まあ同調と言ったらいいのか、なんと言ったらいいのか、まあ同じような気持ち、まあ同感っていう、まあそういうふうな意見になるんじゃないですかね。まあその辺のところで、まあ喧嘩にならないように、あとちょっともう無理だっていう時はこういうような曲とか聞いて、あ味方がいるんだみたいなところで曲聞いてもらったらいいんじゃないですか。あと作り手の人たちに関してなんですけども、まあ味方してあげるような形、応援してあげるような形かといって、まあ悲しみも理解してるよっていうような形で、まあ歌詞曲、ただし曲に関しては疾走感のあるような、こう聴いていてこうストレスがこう発散されるような作り方の方がいいと、まあまあそういうふうなところで作ってもらったら作りがいがあるんじゃないかなと思います。いずれこの話が出回ったら、まあ多分水面下で徐々に広がっていくとは思うんですけどね、まあそういうところも、気にしていただけながら作っていただけたらなと思います。まあ、グレイの人たちだけじゃなくてね、まあ、ラルク・アンシエルもそうなんでしょうけども、バンプ・オブ・チキンだとか、ラッド・ウィンプスさんだとか、まあ、和楽器バンドさんに関しては、今、休業中で、休止中で、まあ、そこは、ちゃんと結婚されたんじゃないですか。それとも結婚したことに、で、になってしまった方ですから、ね、ちょっと僕も判断わかんないですよ、本当に。で、まあ、早く結婚して、家買わなかったら、所得税の控除で、家のローンは返済していくものですから、からまあ、早く結婚して、早く子育てとか、そういう方に移行した方がいいですよっていうことは、和楽器バンドの皆さんとか、まあ、他の、人たちにもお伝えしました。まあこれは男性もそうなんですけども、まあ男性だけのバンドに関してはそのまま継続して活動できるとは思いますけども、女性の場合はやっぱり所作がありますからね。だからどうしても活動休止せざるを得ない。だからまあその辺のところで、まあ時間ある時にでも僕のお話とか動画とかで聞いてもらって、まあ政治経済のこととかもいっぱい言ってもらうんで、まあその辺のところとか、まあ今日の昨日かな、昨日の、ニュースを見る限り、まあ僕は言った内容の通り、政治資金規正法に関して、まあ国会で、様々な意見があって、自民党も公明党も、僕の言ってる内容で進めてくれてますね、法改正。で、まあその辺のところで、まあ、法律遵守に関しての、まあ、認識のところにも、まあ、岸田さんは触れてくれてる。まあ、僕から言わせたら、その、連座制の話なんですけどね。これは、都政六法とかでもあるものであって、その、各政令指定都市は都政六法の内容に従わなければならないっていう、まあ、百条委員会とか、まあ、連座制とかもそうなんですけども、結局、だって、国会も一緒にあるんだから、それ適用されなかったら、で、だから昔、現行法規と現代日本法規分けてたんじゃないですかっていう、その二重行政のシステム。だから、その辺のところが、稼働することによって連座制。だから、まあ、ホームページは IGSK の日記の317番に、記載してる、まあ、一般社団法人のなんとかかんとかに書かれてる、その、もともとその会社を設立した人たちや、その会社の人たちにも責任がありますよっていう、その連帯責任。その同じようなバージョンなんですよ、結局、議員の人たちの。だから、まあ、その辺のところで僕から言わせたら、それ、他の党の人たちとかもっていう、その部分でね、ちゃんと国会でそういう話してくれてるんですよ。これは法改正をするべきなんじゃないかと。で、その一党だけじゃなくて、その議員全体っていう形にしておいて、その万博開くにしても何にしても、その、結局自分は反対しましたと。だから自分には非はありませんっていうような形で持っていくような形を作っておかなかったら、みんな結局票が欲しいから、要するに政治の金の問題になってくるんですよ。建築業界の人たちって、例えば労働者が250万人ほどいらっしゃるんですけども、やっぱりそこに仕事を与えていたら票が入ってくる。じゃあ他も同じ。
IT 関係とかも。もう全部同じなんですよ、結局仕組みが。だ 無投票者数の人たちが多いのは、正社員の雇用者数が少ないから絶対的にそうなるんであって、会社の仕組みとか、行政が、仕事を回してきてくれる、それを知った時に、その党に票をやっぱり、入れに行ってしまうっていう、社会の仕組み自体がね、やっぱりそうなってしまう、社会の仕組みがそうなってるんですよ。だって民間の人たちからしたら仕事がなかったら困るじゃないですか。生活保護費になるし。じゃあ今まで厚生年金しっかりかけてきたのは何だったんだろうっていうことになるじゃないですか。まあ最終的には2000万なんとか今のペースで頑張れば、それ以上かけれるよとか、そういう人たちとかだったらやっぱり仕事欲しいじゃないですか。あ、そういうふうなところとかも、まあ歌詞とか曲とかで、まあ作れる方は作っていただけたらなと思います。だからまあホームページは YKSK の利益のそのYouTube にアップロードした内容を基本的に一番からアクセスできるように日々、ある程度はしてるんですけど、追いつかないですよ。で、着信設定っていうものをしといてもらったら、その辺のところ、まあ題名とか見てもらって、あ、今回は政治経済に関する内容だなとか、まあそれで国会は本当に動いているなとか、そういうところを見てもらったら、まあいろんな、歌詞とか書けるんじゃないですか。まあ昨年グレイの皆さんが出してくれた曲で限界突破っていう曲がありますけども、まあその辺のところに関しては、まあその我が天下とかでその限界突破みたいなものとか伝説の武将にあるんですけども、もともとはエネルギーの残存量問題を解決するだとか、スポーツの勝ち負けとかでね、その阪神タイガースが日本一だとか、ヴィッセル神戸が日本一だとか、まあそういうようなところの限界突破、昨年ものすごいことしましたけども、阪神タイガースのが日本一とヴィッセル神戸日本一、それ同時に同じ年に行うっていう、まあもうものすごい難しいですよ。その方法を見つけるまで、仕組みとか普通、もう僕はもう方法を言ってるから、後の世代の人たち、もし僕の立場を引き継ぐ人が現れたら、その方法が分かってる分、まだ僕よりもその険しい道は登らなくて済む。僕は手探り状態でその方法っていうのをずっと模索していて、たどり着いた答えがそれだったから、それまで普通は諦めてしまうような状況ですから、僕も何回も諦めましたよ。あ、これ聞いても無理なんちゃうかと。まあだけどもできたのが現実ですからね。まあそんな中で、ああいうふうな、まあ、限界突破という曲を作っていただいて、まあそのベスト100に果たして入るかなっていうところで考えたら、まあその辺のところは後で先行してもしかしたら削ることになるかもしれませんけども、ただエネルギーの残存量問題とかを解決していくには、そういう風なものは必要だなと。各自自分たちで自分たちの限界を突破しなければならない。だからいずれ仕事を降りるべき人は仕事を降りるべきだ、生活保護の方がみんな助かるみたいな話の時代に移行していくと思います。で、自動化だった部分を人の手に戻していかなければならない世界に戻ると思います。それによってエネルギーの消耗が変わってきますから。以上です。ちょっと早く終わろうとしたんですけど、こんなに長くなって本当に申し訳ございません。まあ皆さん、まあ曲でね、まあちょっと皆さん仲良くなれたらなと思います。まあ今までのその僕の結婚問題を云々とかの話で、そのどういう風に相手が聞こえてるかとか、動画アクセスできるようにして、またそれ探し出すの大変なんですけどね。この間たまたまその動画を見て、たまたま思った内容とか、多分あ本人にこれ聞こえてるから泣いてるんだろうなとか、そういう風なところが あって、まあいろいろとそういうふうな部分も知ってもらえたらなと思います。まあ、僕の言い訳、半分ぐらいの込みで、これ聞いてもらわなかったら、なぜ、それまでの事情を知っていた人たちからしても、僕は、それね、自分が記憶を持ってるか持ってないかで、反応の仕方が僕自身が全然違うから。大体もうこういうことになってくるんですけども。まあ無理からの状況でしたということで、まあ、その辺のところは、まあ、お互い方向を収めていただけたらなとは思うんですけど、ただその辺のところで嘘を使うのはやっぱりなしにしなかったら、やっぱり夜中めちゃくちゃになっちゃいますから、
そのウィキペディアのところも。あ、まあ今はその攻めてるんじゃなくて、その辺のところは全員あの訂正をかけていかなければならない。で、それを想像にテレビ局としてあの全体的に発表するべきだと思いますが、早く淡井圭介をテレビに出してね、もういろんな件含めて本当に地震の情報を見てたらおかしなニュースたまに流れてますから、あんまり水分は取らないようにとか、わけわかんない内容のものが流れてきてるんですよ。違う喉乾いたの水飲めないから お茶とか、さすがにそれは被災地に届いてるはずだからって、あと温かいものとか、あんまり汁物とかは食べちゃダメみたいな内容とか、いくつかの曲で流れてたんですよ。本当は違いますから、もう温かいものとか食べたかったら食べたらいいですか、あのスタジオにもボックス備えておいたい、備えるってその座らせておいたい、もう僕はその場でちゃんと指摘しますから、もうこの情報おかしい、ストップストップって絶対違うからって、もう普通に聞いたら分かるでしょ。いろんな情報を集めすぎて、多分テレビ出てる人たち本当にわけわかんなくなってるんだと思いますよ。本当に多分そう思い込んで言ってますから。以上です、51番、51本、一郎さんと同じ背番号もうこの辺にしておきます。もう喋り出したらもう僕もキリなくなるんで、以上です。チャンネル登録しちゃった方がと周りの皆さんに彼の YouTube チャンネル登録者数と再生回数増やした方がいい。彼の生ライブのその YouTube の放送で早く情報を、本当の情報を伝えれるような形にした方がいいっていうところで、まあ皆さん、あの聞いてくれる人たち、あの僕のことを広めていただけたらなと思います。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。